天才軍師。本日は、戦国時代の武将であり、豊臣秀吉に仕えた、黒田官兵衛の興味深いエピソードをご紹介します。彼の名前は戦国時代の武将として知られていますが、彼は軍師としてもその才覚を発揮しました。官兵衛は、豊臣秀吉に仕え、数々の合戦でその軍略を見せつけました。彼の頭脳明晰さと的確な指示は、多くの戦局を有利に導きます。また、官兵衛は外交にも長けており、外交交渉においても大いに活躍。その手腕は、 国を動かすほどのものもでした戦国時代の舞台裏で輝く黒田官兵衛の知られざる一面彼の活躍に迫り歴史の舞台裏を垣間見てみませんか